続いて目白チアリーディングクラブです。なかなか素晴らしい感動です。高校時代からずっとやっている選手がこのまま大学行き、そうですね、はい、このチームは今年ヨーロッパ選手権の遠征をしまして、はい、大変な喝采を受けました。戻しましたね。戻しましたね。お客様これに驚きましたね。そうですね、相当の力がないとダメですね。まあ下のベースも含めてですね。まあ、練習をしている時はですね、これはできているんだと思うんですけどね、はい、試合になってきますとやはりプレッシャー、タイミング、周りのこの雰囲気ですね、こういうものに飲まれてなかなか完成することはできないんですね。最後のトップが寄って、そこにトスアップで、はい、上げていくという。